菅母駅は東京都豊島区菅母にある東日本旅客鉄道東京都交通局の駅である JR 東日本の山手線都営地下鉄の三田線が乗り入れ接続駅となっている都営地下鉄三田線は目黒駅を経由して東急目黒線への総合直通運転を実施している菅母駅周辺の白六,六宇宙写真国土交通省国土地理院地図 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成旧駅舎駅、ビル、アトレビスガモ所在地の、スガモから。スガモの地名の由来は、よくわかっていないが、昔はこの地は、湿地帯で所々にあった大池にカモが、群生しておりたくさんの巣を作っていたこと、または、足が茂る中にあちこち州があったことから、スガモという地名が生まれたという説がある。古い文献には、 すかしげる、すがめん、しも、し書面とも書かれており、これがすがもになったとも言われる。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、改札は、大塚駅より、地上の白山通りに面する、形の一箇所のみである、直営駅。もともとは、単独管理駅であったが、駒込駅、大塚駅の業務委託化に伴い、これらの駅の管理駅になった。 2007年6月1日に5階建ての駅、ビル、アトレビスガモ建設のための駅舎改修工事が着工された。工事に伴い、同年11月18日に自動券売機、緑の窓口、ビュープラザが同年12月9日には自動改札機、生産機が南口仮駅舎に移設された。同年12月12日に校内が 左側通行から右側通行に変更され、2008年1月11日には北口出口が一時閉鎖された。そして2010年3月25日にアトレビスガモがグランドをオープンし、駅舎改修工事が完了した。隣接する山手貨物線には留置線があり、保線用車両が待機していることがある。乗り場乗車設備改良工事前の状況バリアフリー。 設備島式ホーム一面二線を有する地下駅。菅も駅、つとむ管区の所在駅であり、菅も駅、つとむ区として、白山駅本橋沼駅間を管理する。参下に、上野岡地町駅、つとむ区、高島平駅、つとむ区を持つ。改札、定期券売り場が、地下1階、ホームが、地下2階にある。JR 山手線側にエスカレーターエレベーター。 トゲ抜き地蔵側の A3 出入口に、高齢者の転倒防止のため、分速20メートルの低速運転のエスカレーターが設置されている。改札は、南側戦国駅よりに2カ所と、北側西菅も駅よりに1カ所の、計3カ所ある。山手線への乗り換えには全車、トゲ抜き地蔵村、菅も地蔵通り商店街には、校舎のものが便利である。南側2箇所は早朝、 深夜を除き山手線駅構内につながる出口に近い方が乗車専用もう一箇所が校舎専用の改札となっている北側改札の近くには定期券発売所があり8時から20時まで土休日も営業している当駅の西菅もよりに南行線から北高線への片渡り線が非常渡り線として存在する 乗り場各年度の1日平均乗降人員数は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員数は、下表の通り。菅も地蔵通り商店街の様子北側は近くに、トゲ抜き地蔵で有名な、高岩寺があり、門前町として発展している。商店街は、多くの高齢者で賑わい、おばあちゃんの原宿と呼ばれている。駅近くには、都営バス菅も営業所がある。 JR 線の大塚よりには、白山通りが立体交差しており、三田線はその下を走っている。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。